もう大変だよ、エグタの話も聞いて。じゃあ、あのあれ、企業秘密じゃないところまで言える。企業秘密じゃないところ。いやいや、全部いいっすよ。いいっすよ。お、俺しか使いこなせねえんで。今日はね。いいっすよ。じゃあ今回はこのね、この間たっぷりやったから。まず岡田さんから。こんなにエフェクター、でも今回すごいのはね、こんなにエフェクターがたくさんあるんですよ。いや、そうなの。でも、一個も被ってない。それがやばい。確かに俺って結構情報共有はしてるのに。一個も被ってないっすよ。でも情報共有してるからなんだよな。そう。あいつあれ持ってるみたいなのはね、結構似たようなものでもバージョン違いとか機種違いとかそうそうあるよな、使うようにしてるもんな、やっぱ。なんかだから一個もマジでないね。一個もマジでないね。同じやつはすごいよね。確かに。西田さん、はい、自慢のやつ話そうか。ファズか。そうそう、ファズか。ファズはちょっとファンの人がファズの話してほしいって言ってたから。ファズね。じゃあえ、ウヒネ君の足元もファズあるの今。俺ファズとして使っている2部のあれがあるけど。それぞれの好きなファズの話する。そうだね、うん、まあ、2部のそれはやっぱいいよね。バカな音してるね。ちょっと西田ね、これ西田持ってるもん。うん、持ってる。こっちしてか、これそう、これ取ってる。うん、で、まぁ、あ、ちょっとあれだけど、まあ、これ逆だ、すごい。あれ？俺電源切る？あ、ちょっと待って、うん、あ、いいね。基本でも岡田くんやってくれるから、まあね、音源とかでは使ってる。え、これゲートとか入ってるってことだよ。いや、なんかぽいくなるんだけど、そういうことじゃないんだ。これ元々ニーブっていうコンソール、この間ニーブなくなっちゃったけど、うん、コンソールに入ってる、まあプリアンプだよね、普通に、うんうんうん、昔ビートルズとかがレボリューションナンバーワンっていう曲で、はいはいはい、タクで歪ませるっていう、だよね、これ欲しいね、の音が出るやつ、うん、いいっすね。だからみんなとファズの差別化をね、ファズファクトリーじゃないよねって思って、まあ、ファズファクトリーもね、ファズファクトリーっていう、俺もまあ岡田さんもファズファクトリーありますけど、今日ファズファクトリーの回だな。もうこれさ、違うよね、結局。え、これ結構入れてるでしょ。スタブ入れてる。スタブ入れてる。俺入れないんだよ。俺ね、スタブ入れるんだよ。それ以外はかなり似てんだね、逆に。はいはい。あ、そこ入れるね。そこを入れんのが西田らしいわ。あれスタブでビジネスさせるのね。あれちょっとどっち引いてよ。これはオパナのファズ。オパナのファズファクトリーよ、これ。これね、ザッカリ・ピクスっていう博士が作ったね。結構。まあ、ファズ界の革命児だよ。やっぱあれだな、ちょっと、まあ同じ、でも違うんだよな。違う。ちょっと似てるけどね。でもさ、同じ、一応同じエフェクターだからね。そうそうそう。でもやっぱ違う。モデル違うんだよね。違うよね。結構違う話になるね、やっぱ。和田君のランプつくやつ。俺のランプついて、あの、あ、電源も、ついてるやつ、あれで、AC で取れるやつ。うんうん、これも AC 取れるやつ。ちょい電池。電池だね。取るやつだ。こっちの方がやっぱなんか、オリジナルだ。そうそう。になるのかな。一応そうだね。ハンドペイントだからね。そうそう。ファズはね、まあ、だってファズいっぱいあるよ、最近家に。ほんと。てか、借りてたファズ返したっけ、あれ。ん？黒いやつか。あれ、君島くんに渡った気がする。そうね、君島から帰ってきた。そうそう、そういう不安になった、いや、一瞬。たある、ね、そう、最近ファズのことすごい、さっきさ、ガレージっぽい音って話あったけどさ、そう、あの、やっぱね、改めてファズの音が好きになってきちゃって、ファズね、使えるよね、やっぱり。いっぱい、だから、最近その、ロシア戦、シビルウォーって言われる。シビルウォー。シビルウォーとか、いろいろなんかね、欲しいファズが増えちゃってて、
今現状ファズはあとはもうこれだけ。これあんまりファズっぽいってよりはマフの何再現したやつなんだけど、エレハモフ、こう結構ズガーンってよりは単音にすごい向いてるマフだねこれは。でも一応結構なんだろう、抜け気を出す系の結構ファズかも。甘すぎるんよ。なるほどね、マイルド名っていうか。だけどもうちょっと西田的に汚しをかけたい時、この初期型ラットを入れるわけだ。入れますよ。だからまあこれだけでもいいんだけど、結構伸びやかな普通のいい音になるから、うんうんうん、これで入れるね。あのスピードが速くなるで、うん、そうなんだよね。そうだね、確かに。ラットラットも変わらず、ラットチューブスクリームもまだ入れてるね。ここはずっといるね。こことこことここが変わらず、まあこれもそうだね、まあ、ずっと西田だね。ワーミーチューブスクリームはラットメタルゾーンは変わってないね、確かに。ここはずっと固定ですね。ずっと固定ですね。まだいろいろ増えましたけども西田さん。確かにそう思いますね。ほんとっすね。そう考え、でもまあ歪みが多いね。ほぼ歪みだね。こうこう、これも歪みだよ。これで、これも歪みだ。これも歪みだね。これも歪みだよ。あ、そう、ヘビー出た、ヘビー。これも歪みだよ。やばいね、やばいね。歪みなんだよ、ほとんど。なんで、そんなんでしょ、何をそんなに歪ませてんの。やっぱさ、そのさ、歪みで、でも、ほら、二人ならもう、もちろんわかると思うんですけど。わかりますよ。歪みでジャンル決まるみたいなとこもあるでしょ、ちょっと。いや、ありますよね。うん、その、フレーズもだけど、はいはいはい、歪み、同じフレーズでも歪みでそれがさ、メタリックに聞こえるのかさ、はいはいはい、ね、なんかむしろちょっとカントリーっぽく聞こえちゃってるよ、はいはい、フレーズのやつありえるじゃん。あるね。ありますね。だから、結構。使い分けてんだね。うん、そこはね、一番ギター的に俺は。チューブスクリーンはどういう時使ってる？どういう時に？でも結構使うんだけど、まあ、普通になったい音出したい。なった音出したい時とか、まあそういうバッキングがしたい時も使うかな。はははは。あんまりそれ使い方することなくて、やっぱなんかこうなんですかね、メロ系の、はい、リードとか弾く時が多いかな。いいな、ね、チューブスクリームは手放さなきゃよかった。結局いいよチューブスクリームね。まあ今でもファンが多いからね、うん、そうだよね。チューブスクリーム多すぎて何がいいのかよくわかんない。わかる、それはわかる。あ、これレイボーンが使ってるあれでは。そうですよ、TS10 ですよ。このスイッチが肝なんですよね。これエドのだから。あの本当に誰もわかんない2人だから今言っとかなきゃと思って。エド、エディオヘッドかエドシーランかおい、エドだ、エドだ、エド、エドのだ。元ノーベンバーズの。そうそうそう。やつだ。元ノーベンバーズのエドではないけど。今回、ノーベンバーズじゃないけど。そうそうそう。エドの。エドだ。うん、持ってたんだ。ハイパクじゃん。でもエドからもうなんかさ、初期の TS 持ってんだよね、みたいな。TS 持ってんだよって。いいね、エド。ちょっと難しくしてよ、みたいな。なんで小声になってるね、ちょっとね。でもちゃんとオフィシャルに、オフィシャルに借りっぱなしてる TS10 です、はいはい。素晴らしいですね。うん。いいね、それは。そうだね。西田君、こだわりのね。はい。チューブスクリーマー。あれ、他は？ユセサウンズは何使ってる？それ、これ？フミッパー？いや、最近はね、フミッパーじゃないんだけど。ファイナル。西田。年齢のファイナル西田よ、これが。ファイナル西田。ファイナル西田はね、なんかあの、あ、聞いたことある。聞いたことある。聞いたことある音すんな。いや、これだからもう一番俺が使ってた音だから、なんて言うんだろう。もういわゆるジャキッとしてる感じのさ、はいはいはい、なんか、はいはい、
早いなこういう時に相変わらずな音しますね。こういう時やっぱそのずっと吉田グループとやってた時とかほぼこれでリバーブなしだよね。やっぱりそのイメージだよね。聞いたことあるわ。そうですね。あ、じゃあ長いんだ、ファイナル西田。あのね、西田自体は NSDD 自体は NSD 自体は